ウソもオリンです。今回もスプラトゥーン3でかくれんぼをやっていこうと思います。さあ今回もねやっていきますよ。裏世界編ということで、まあちょっと今回ね練習してた感じ、まあ難しさ度 60% って感じですかね。はい、まあそれすなわちどういうことかというと、1回は多分サンタさん来るよねっていう。はい、おーっとセイジちゃんも乗っていくか。セイジちゃん乗っていく。俺もねちょっと矢倉使うバグなんやけど、ちょっとセイジちゃん邪魔しないでね。本当に親グラ使うからね。お降りてほしいんだ僕。ここで降りてほしいんだセイジちゃん。行くよ。はい、分かってんなセイジちゃん。どうした。ビーコンかぶってる、ビーコンかぶってる。もしかしてこれ一発成功。一発、あー違う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 、もう持っていかんとって。矢倉持っていかんとって。これ矢倉使うから俺ごめんな。せいちゃん、ヤグラ使いたいんか分からんけど、これ俺のもんやから、今は。ほっ、これ今だけ俺のもんな。いきます。ここ。いけ。いや、ダメだ。よいしょ。あー、これちょっと行き過ぎやな。これちょっと行き過ぎやから。ちょ、多いわ。ヤグラの周りに人が多すぎる。来た。よいしょ、オッケー、来たー。ナイス、危ねえ、マジ多すぎて。お前スパジャンしにくすぎるわ。ほんまに飛んでこんでいい、飛んでこんでいい。来れるん、あ、俺来れるやん。どっか行け、どんどんどっか行け、お前出て行け。おい集まりすぎやって、おい見どころないやんこのままやったら。どうすんねん。あ、おいほら、もう姫にここおるわ。こっち来たらあかんで、みんなどっか行って、どっか。ナイスじゃないっすよ。違う、もうダメってやつないの。ダメっていうコマンドないの。どないすんねん、ここ3人で隠れて。あと上から見えんのかな、これ。これ、もちろん上から見えんじゃね。そんな可能性ありますね、これ。さあ、まず、ヒメリン行って。うわあ、これもう、押し出せ、もう、こいつら押し出せ。こいつら押し出せ、もう。こっち来んな、こっち来んな。ほら、押し出せ、もう。だから、あっち。あかん、もうこいつ動かざること、いかのごとし。あ、いってるいってる、ヒメリンいってる。ローラーが、ヒメリンローラーが、あ、危ない、出るやん。あら、今日もなんか来てるって。なんか来てる。お、鬼バレるって。どうするん。あーっと、でも上にいて、あ、なんか見えてる、なんか見えてない、これ見えてるやん。あ、出た。おい、どうすんねん。三人一気に確保や。なんか一人忘れられてる。なんか一人忘れられてんな。おー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 。てか、鬼、全然濡れてないんやけど。全くもって間に合ってないで。ワイドローラーなのに。はい、ちゅうわけでヒメリン一人勝ち。おめでとう。はい、続いて中編やっていきましょう。ちょっとあまりにも尺が足りなすぎるんで、この動画3試合やりまーす。いきますということで、さあ今回倍外艇なんですけど、何やらね、このカニテンク、はい、カニテンクを使うことでなんか行ける場所があるらしいんですね。まあカニタンクといえば、カニのくせにジャンプ力が高くなるという謎の性質を持ってるんですけど、それを使うことにより、これやな、ここにこう乗りまして、で、ほ、あれ、あれ、なんか違う。なんか違う。ここ、こう発動して、もう最後これ切れる寸前でいくか。カニジャンプするわ。ここ、ダメだ、Z の回終わった、終わりました。はい、というわけで始まりました。私このギリギリにしよっかな。うん、この空中に隠れます、私。さあ今回トートン目の前からの茶碗飯目の前で、鬼またローラー来た。なるほど、私のローラーは一味違うぞと。あとトートンビーコン置いて、あ、種付けされてますね、これ。宿れ木の種植え付けられております。あーっと、ジャンピングキル、これはミセプに走ったか。なるほど、そして茶碗飯目の前、茶碗蒸しナイス。
なるほど、その矢倉ポイントにいるという感じで、ヒメリンが右の方。さあ、このローラー正真正銘正々堂々3人確保できるんでしょうか。あーっと、またジャワムシ行ってるか。いや、行ってないな。いや、なんとなくね、ローラーってね、こう時間回りきれへん気すんねんな。さっきの見てた感じ、ワイドローラーであかんかったから、ワンチャン普通のローラー無理ちゃう。あーっと、姫リ行ってるけど、ローラーその上乗ることを諦めた。あっと、うわあ。いやー、そこ一瞬いけるかと思ったな。待って、これローラーやから下から振りで倒される可能性ある。うわっ、ぐーっ、いやーそんなバカな。ローラーやから、ローラーだからこそやったな今の。最悪だ、見つかっちまったぜ。あとビーコン植え付け。あ、ビーコン植え付け。あ、植え付けられたこの方に全員に宿り木の種してくんねんけど、なんだこいつ、座れるって。あか、ヒメリン、これ宿り木の種無効やわ。効果はないようだ。入ってますねこれ。あと、あ、また宿り木の種だまたまた自分から宿り木の種られました。さあ次、あ、残り鬼どこ行った。ちょっと目の前、あーっと、今神回避入ったな。すごいすごい、あれどこにいるん。すごいすごいすごい。あ、でも鬼行ってる。はいはい、残り20秒、最後の最後までわからない。うわー、どこだこれ、どこだこれ。え、あ、こっちの壁側か、いや上か、上か下どっちだこれ。やばい、俺の視線でバレる、俺の視線でバレる。あーごめん、俺の視線でバレたかも、すまねー。はい、ラスト特別編、オカリンが鬼でやっていきます。こういう時にしか鬼やりません。よろしくお願いします。さあ、というわけでね、今回は参加者投票で早い者勝ちでやりたいステージ言ってくださいって言った結果、このマテガヤになりました。まあ、一応裏世界これだけドンと来いと、はい、言っております。なので、ちょっと期待していいんでしょうかね。これさ、矢倉とか使っちゃって、さ、矢倉使っちゃってどうなるのかな。うーん、裏世界来ちゃうのかな。おーっと、結構進んで、まあ私裏世界ね、このコースのやつ取ってますから、これ多分あそこちゃうかな、壁に張り付いてみたいな。まあ、この動画撮ってる段階ではその動画上がってないんやけど、このウルトラ着地を使ったそのバグ撮ってるんすよね。はい、なのでちょっとオカリンね、そういうとこ分かってますよ。大丈夫ですか。さあ、大丈夫ですか。あなたたちの家に宅急便は来ませんよ。スタートしますからね、問答無用で。さあ、それでは行きます。よーい、スタート。始まりました。裏世界成功してるんでしょうか。もう裏世界ね、もうこれ決めつけてますけども、果たして裏世界成功してるのかどうか。聖地ちゃん曰く、やらかしたと DM 来ました。はい、お疲れー、はい、お疲れー。ここ絶対あそこですね。で、この辺は、はい、この辺いるかな、これないかな。まあ、確かにね、ウルトラジャクシの音を聞こえへんかったから、多分地面にめり込むまでもなくという感じでしょうかね。はい、まあ違うか。まあね、練習の量が私違うんですよね、皆さんと。はい、もう絶対失敗しないぞというところまで練習してますんで。はい、はい、茶碗蒸し、オッケー。さあ、ほんで、なるべくウルトラ着地で1キル取っていきたいところなので、ここでドン。はい、で、ここ隅っこ違う、オッケー。よいしょ。あ、このスポンジの裏とかも一応、そこいる、そこいいんか。オッケー、もう隅っこだけ塗っちゃおっかな、じゃあ。はい、もう隅っこだけでいいっすわ。多分みんな隅っこ暮らししてると思うんで。はい、で、ここ俺や、あ、違うの、あれ、どっか行ってるやん、その付近ちゃうんかい。おいおいおい、絶対そこやと思ったのに。おるんちゃうこれ。あ、大ひねや、へえ、そこ絶対いると思ったのに。さあ、時間なくなる前にさっさと
罰ゲーム回避だけしときたいんやけど。ここいるんちゃう？ここいそうやな。あ、違うか。あ、ことごとく読みが、ことごとく読みが外れていくな。この上いるんちゃう？これいいひんか。これは？綺麗に確保。イエーイ。これは綺麗なストライクでしょう、今の。君はさっき捕まえた人だね。ここにもいそうだね。あー、そこいいひんか。なるほど。じゃあ上から失礼しますと。あー、違うか。この壁にね、よく待てがいらっしゃるんやけど、そこいないのか。ということはもう敵陣地かな。うん、ここ壁いいひんからね。よし、じゃあ敵陣地行きまーす。はい、ここっすね。この黒ボックスのところはいなくて、そこもいなくて、ここらへんそうなよな。その隙間、ここ、左右一気にドン。あ、違うの？マジ？え、ちょっと時間ないですよ。罰ゲームだるいよ。自分で言うな。はいはい、トートン確保。あ、はい、裏世界ミス、政治人確保。はい、全員確保ありがとうございます。ということで、今回はこれ、罰ゲームありませんでした。残念でした、皆さん。ね、危ない危ない危ない。さあ、と言いますことで、今日のかくれんぼ、いいと思ってくれたら、ぜひグッドボタン、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様です。あー